は神田楽器のアンサンブル藤森明先生構成編曲による童謡メドレーです。吉田高校の吹奏楽の顧問でいらした藤森先生を中心にカバーズバンドが結成され演奏活動をしています。その中のメンバーの一部がリバーサイドアンサンブルを立ち上げ、そのうち2人が生徒の父親であったという関係から発表会で演奏をするようになりました。長いお話になりますのでまとめます。エモリとリバーサイドのリバーが合体してエモリバーとなったわけでして、今回で2回目のアンサンブルです。決してエモリバーにはちゃんをつけませんように。ではエモリ音楽教室の生徒プラス母プラスリバーサイドアンサンブルの合体バンドエモリバー2012の演奏をどうぞ。指揮は藤森明先生です。